無農薬有機栽培のお茶を栽培から製造販売までやってます。はい、そのもともと一人っ子でお茶をの事業、まあ、私の父から始まったお茶農家だったんですけども、それまあいつか継ぐんだろうなという気持ちがあって、それであのまあその時東京にいたんですけど、まあ、それで販売から始めて、で、まあ、いつかその屋久島で製造とかにも関わっていかなきゃいけないという気持ちでいた時に、まあ、急にこう帰ってこないといけない事情ができて、まあ、帰ってきて、まあ、今に至るという、はい、感じですね。まあ、帰ってくる前っていうのは、まあ、屋久島っていうものをやはり屋久島でお茶を作ってて、でそれがまあその頃からちょっとずつ海外に出してた時に、やはりその屋久島で作ったもので、まあ世界を相手に戦えるっていうのはすごく魅力があるなと思ったんですね。まあ、それで帰ってきて、でやはり何年か経つと、本当に僕はここのことはあまり知らなかったんですけども、まあ、いざ入ってみると、やはりたくさんのこの地域の人たちとのつながりがある茶園だっていうのが、こう日を増すごとに分かってきて、まあ、それはお店に来るお客さんもそうだし、そのここの畑の作業を手伝ってくれる人たちもそうだし、まあ、そうなっていくと、やはりそういう人たちもいるし、飲んでくれてるお客さんたちのためにもやっぱり続けていかなきゃいけないんだろうなっていうのはすごく思ってて、一番はやっぱありがたいですよね、本当に。でやっぱ屋久島茶っていうものは、やっぱりお茶作ってる人たちだけじゃどうしても広がらないので、そうやって使ってくれるところにはどんどん使ってほしいし、まあ、それがやっぱり屋久島のその一次産業をまあ活性化することにつながるんじゃないかなっていうのは思ってます。屋久島に住んでる一人一人が、そう屋久島に住んでるんだぞっていう、やっぱ意識を持っててほしいと思う。やはりそれが何かって言ったら、やっぱりその行動にも多分出てくると思うんですけども、まあ、例えば事業やってる人だったら、その何かこう循環っていうものがその会社の中にあるとか、例えばもう無駄を出さないとか、なんかそういう一見その販売とはちょっと関係ないところかもしれないですけども、なんかそういう部分って本当に屋久島らしいし大事な部分なので、なんかそういうところをもっとこうアピールしていけば、いい屋久島になっていくんじゃないかなっていうのは思ってます。鹿児島黒豚の小豚の繁殖農場で、小豚を年間4千頭で、一部2トン、まあ、ここにいる豚なんですけど、を大体200から300頭を出荷してます。で、鹿児島黒豚として、まあ、ここで8ヶ月飼って、で110キロから120キロぐらいになった時に、まあ、鹿児島の方に出荷して、貯蓄してもらって、あとはもう鹿児島黒豚として流通させるといったような形ですね。はい、そのまあなんていうかね、したとこっていうか、うん、なんか結構大、もうやっぱり大切に育ててるんですよ、うん、でこうごめんね、お嫁に出す気持ちだよね。ですよ、はい、だから例えば出して、うん、ぐちゃ、まあ、ぐちゃじゃないですけど、うん、こうやっぱりいいものとして、うん、作り、またさらにこう、そうだよね、なんていうか、いいものを作ってもらいたいとなるんで、だからそうやって佐藤君も相手ともやっぱ信頼関係をかなり、うん、強く結ばないと自分のところの豚は渡したくないよ、ね、それはもう、うん、それはすごくわかる。
すごくわかる。正直そのまあ昨日言った土地苦情の話もやっぱり魚とかも一緒で、どんなにいい魚でも切り方とか食べ方で全然変わってくる。だから本当は自分は土壌を閉めるときには、もうとてもじゃないけどここの土壌だったら無理なんですよ。どんなにいい豚を出しても、この締め方が悪いし、もう味も悪いするし、でも鹿児島の方に持って行って、きちんとしたところでやった方が圧倒的にもう美味しいので、それもあって自分はもう最初からもうちょっと分かった無理だなって。はい、こちらが私が営んでいるお店、プカリ堂です。2012年に安房川沿いで開業して、2015年にこちら移転してきて、今年で、8年、はい、経ちまして、今9年目を迎えております。まあ、うちのお店はメイドイン屋久島のものにこだわって、まあ、生産者の思いを伝えながらお客様に屋久島をよく知ってもらおうっていうのが基本的なコンセプト、はい、で、まあ、この頃は、まあ、去年ぐらいから、まあ、皆さんのものを仕入れるだけじゃなくて、皆さんとこう協力してコンセプトの段階からこういったものを作りたいとかっていうことで、例えば今売れてるのが屋久島の伝統食材サバ節を使った、アヒージョとかですね、あと本当に最近デビューした、鹿肉のコンフィなんか、こういう商品も OEM として手掛けて、今後そういうものをもっともっと拡充したいなっていうふうに思っております。こちらに来る前、旅行会社の人間として屋久島にお客さんを送客するという、そういう観光地という屋久島としてやっぱ考えてはいたところがあって、でやっぱ世界自然遺産っていう素晴らしい資源があって、で、まあ、その中で例えばそのちょうど2010年以降話題に上がっていたのがやっぱり屋久島のオーバーツーリズムで、そこで入山規制をしようっていう話があったりとかして、そこでやっぱり私はいやそれは違うんじゃないかなって思ったんですけど、今島内に住む人間、今10年住む人間としてやっぱりその手法っていうのもありなんじゃないのかなっていうふうに今考えが変わりました。それはある程度やっぱり静かで守られた自然っていうものに対して、まあ、やっぱり島内の人間、まあ、島出身の方とかやっぱり移住してきた人間っていうのはそこに価値を感じていて、でワイワイガヤガヤ来る観光のスタイルっていうのがじゃあ果たしてそれは正解なんだろうか、やっぱ商売的にはやっぱりお客様がいっぱい来てくれた方がいいというのはあるんですけども、じゃあそこに観光できた方が価値を本当に感じるだろうかって言ったら、もしかしたらそうじゃない、やっぱり守んないといけないもの、だからそれをやっぱり守ってこそ持続可能な観光産業になっていくのかなっていうふうに思ってます。まあ本当お土産物として観光客が来てくれて初めて成り立つ商売ではなくて、まあ、やっぱこう品物を扱っている以上を島外に出すという積極的なアプローチもできるんじゃないかなということで、今後もうやっぱり島のいいものを、まあ、当然生産者の皆さんと語り合って、出していいものはどんどん島外に出していければいいなっていう、そういうまあ地域商社的な動きっていうのを一つしていきたいなっていうことが一つで、あとこのお土産物屋に今直接は関係ないんですが、当社でずっと創業以来出している屋久島の情報地図、これをもっともっとこうブラッシュアップして、まあ、フリーペーパーのような形にして、で今現在フリーペーパーとかそういったもの情報発信のツールっていうのはあるんですが、どうしてもやっぱり当該の資本によるやっぱり出版物になっているので、
どうしても島内の目線から作った島内発信型のものではないので、情報がやっぱ断片的確率的であったりするので、そこをあの屋久島 の, あの今の現状に即した屋久島の思いを島内から発信できるツールっていう風にしていきたいなっていう風に思ってます。今回のフィールドワークで、あの一番最初に行った屋久神社、そこであの屋久神社はやっぱにぎわいを求めつつも、やっぱりそのにぎわいによってあの日常の信仰の対象となっている神社の雰囲気が壊れてしまったり、荘厳な雰囲気が失われてしまったり、そういうことも危惧しているっていうお話をされていて、あ、まさにこの屋久神社考えていること、屋久島全体に対しても言えるんだろうなっていうのを非常に強く感じて、やっぱりそれってこちらから発信しないと、僕らはそういうことを守りたいですっていうことを言わないとやっぱり気づいてくれないので、それは観光の方が悪いのではなくて、やっぱり発信をしないということがやっぱりミスマッチの原因だと思うので、やっぱりそこはしっかり伝えていかないといけないのかなっていうふうに思ってます。ジャガイモのうちの、代表してます盾と言います。 NPO 法人ジャガイモのうちになってまだ15年ぐらい経ってるかな、17で、うちはあの障害者 の, あの支援をしております。それが本業です。今こうやって豆腐を作ってるのを見に来られてるけども、これは豆腐屋さんとしての事業所だけじゃなくって、その前に障害者の就労の場を提供するという一環でやってるところ。屋久島の人たちは、もう学校行かせたいんだけど屋久島にないから、じゃあしょうがない、鹿児島か種子島に行こうというパターンなんですよ。まあでも障害が発覚した段階で、お母さんお父さんはこの子のことを思えば思うほど島を離れていくという現実があります。そこをなんとか止めたいなと。そのじゃがいもの地っていうのは、そういう障害を持たれてるあの親御さんたちが集まってなんとかしようって立ち上げたところです。入ってくるものの多さで、出てきて捨てられるゴミの多さ、もう半端じゃないですよね。で台風来てごらん、何にもなくなっちゃうんですよ。これここで暮らしてるんじゃないねって感じするじゃないですか。でも賄うには程遠いことだけど、でも少しでもね、あの自給できたらな、島の自給率を上げていきたいなっていうのは思いますよね。屋久島の乾燥食肉製品を作ってほしいって言って生まれたのがジャーキーと、でその後に冷蔵の屋久島ソーセージと商品化して、でまあこの流れから背景にあるその狩猟文化の衰退をちょっとまざまざと見てしまって、縄文時代から屋久島犬という狩猟犬と屋久島の漁師さんがタッグを組んで屋久島を取ってきた、で屋久犬が今絶滅しかかっているっていうことを知って、これを保存したいなと思って、今こう犬の方にバッと比重が傾いていて、日本犬には珍しくて、漁するときに追い鳴きっていうのがあるんですよ。もう、あの紀州犬の他の日本犬はああいうのを見つけたときだけワンワンと言うけど、その後追っかけるときは全然言わない。だけど屋久島犬はあの追いかけながらずっとワン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 鳴いて、それでその体がなぜか小さかったからだと思うんですよね。小さかったこの山の中を走り回るには仲間を呼び集めて、みんなで集団に駆けをあれして、そのために小さい上にその足も速くて
あの親民さがすごく身についてで追い泣きをどん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 していくんですよ。それであの谷落としって屋久島のところにその深い谷に落としてでみんなであの囲んでそれで結局鹿は追われると体温が上がるって死んじゃうんですよね。走り続けるとなのであの谷によって川に水に浸かるんですよ。川についたり海に降りたりとかしてそれをするために今ずっと追いかけ回して落としてそれで結局今度は鹿は体温が上がって死んじゃったりとか今度は反対下がりすぎて動けなくなったりとかしたところを抑えると両方ですよね。そういう犬の系統を少しでも増やして未来につなげようとするのが僕たちの今活動だ。イタチ猟とかも盛んだったんですけどこう 天皇家に百鹿を献上してたぐらいで昔はもう神棚に死んだ猟犬の骨を祀ったりするぐらいで屋久島犬のおかげでこう息子を大学にやれたとかそういう話も聞くしそのぐらい屋久島犬という狩猟犬が活躍してた時代があるんですよ。で漁師さんもいっぱいいたしまあ多分 本業の人はあんまりいなくてもこう、まあ、どんどんいなくなっていったのかな。それでもでも屋久島犬を結構こう漁師さんは大事に大事にお金にしてくれる犬だって言ってあの家計を助けてくれる犬だって言って大事にしてきたのがあってでそれがまあ本当にいなくなっちゃうっていうのはすごいもったいないなと思ってまあそれとプラスして狩猟文化がなくなるのもとても寂しいなと思うし若い漁師さんがその漁をかっこいいと思って森に入ってちゃんと獲物を仕留めてありがたくこう命をいただくっていうことをやっぱりやる人がもっと増えてほしいな。それをもうちょっとこう伝えたいなっていうのもあります。レストランでもまあ、今回は本当にフィールドワークで畜産とか豚とかあのちょっと勉強してみてもう一回私屋久島の人に鹿肉おいしいって分かってもらいたくて島の人って本当にこう昔奥山で取ってきて里に担いできた頃には腐ってたとかで匂いが強い肉とかでそんなおいしくない肉いらないとかそんな肉ダメだとかそんな肉食べたくないとかもう鼻からこう目の前に出すなみたいなほとんどの屋久島の人が鹿肉に対するイメージってそうなんだけど観光客の女性とか若い人たちはすごく興味を持つんだけどこうもっとこう屋久島の人が美味しいじゃんっていうように分かってもらう運動をおろそかにしてたなと思って本当にで観光客に食べてもらえればいいやとかどうせまあ島の人はまあ好きな人は食べてくれるけどそうじゃない人はもう全然宣伝しても最初から嫌がるからいいかと思ってたところをもう一度本当に美味しいし地産地消だしで環境のためになるしで屋久島を守っていくために食べていこうだって美味しいからみたいなそういう活動に力を入れたいなと思ってます。養豚とか話聞いてるとまあ牛もだけどやっぱり餌の話を聞くとどうしてもこうもうそういう時代じゃないかなと思っていてジビエの良さってやっぱり食べてる餌なんだけど屋久島の場合本当にその餌が豊富で、まあ、豊富なばかりにこう世界自然遺産に登録されて食性が鹿に荒らされるから鹿を取れって、ね、まあいう流れになっちゃったんだけど私はまあそうねそういう流れだからこういうことをやってるんだけど守らなきゃいけないのは植物だけじゃなくて
他にある気がしてて、ずっと植物を守ろう、遺産登録されたのは 植物だから、自然だからっていうけど、もっともっと他に守らなきゃいけないものがいっぱいあるんだけど、みんな見えてないのか、見ないふりをするのかなって思って、でそれをやっぱりこうヤクシカを食べることで、それでもこう理解が できるかな、その食性の豊かさとか、だから美味しいんだよヤクシカはとか、そのまずその世界自然遺産から離れて屋久島の食文化を語る上では欠かせないみたいな位置づけになるんじゃないかなと思って。